今回のお店は佐野ラーメンの人気店日向屋さんです。開店前からすでに100分待ち。私は受付機で1番目でした。卓上アイテムはラー油、醤油、酢、胡椒。この動画が参考になったと思いましたら、チャンネル登録、高評価、ベルマークよろしくお願いいたします。さすがに佐野で一人を争う人気店、開店前から度肝を抜かれました。ラーメンの人気店って美味しいのはもちろんのこと、お店の接客が素晴らしいです。この日向屋さんは田村屋さんの2番弟子です。ですが田村屋さんとはまた違う日向屋さんならではのラーメンの表現です。どちらも素晴らしいお店です。一面一心の心は同じですね。何度でも繰り返し訪れたい、そんなお店なのも同じです。もうすぐ着丼です。はい、ラーメン煮卵トッピング750円プラス120円。大きなロールバラ肉のチャーシュー、柔らかすぎずしっかりとした肉感です。鶏ガラ、豚ガラと香味野菜、丁寧に仕込まれた透明なスープ、コシがありながら柔らかい麺、日向屋さんの特徴ですね。まずはスープから。あっさりとしているのに奥深くて複雑な味です。麺に行こうとしながらもう一口スープ飲んじゃいました。店内から見える麺打ち場所でこの麺打っています。日向屋さんは田村屋系のお店なのですが、麺はややピロピロ系な感じがします。ニューウェーブ系に対して昔からの佐野ラーメンっていう感じ。トッピングの煮卵をいただきます。半熟具合がちょうどいい。メンマはシャキシャキ系。チャーシューいきます。とろける感じでもなく硬くもない絶妙な柔らかさ、ボリュームも十分だし優しい味付けです。
上から見ても美しいラーメンですね。麺の不揃いさは手打ちの証拠。ラーメンになるとは必需品です。煮卵の半熟具合いいですね。このラーメンならば毎日でも食べられます。優しいのに力強い、そんなイメージの麺とスープ。今は亡きあの名店ひとがのに似てるという人もいますね。最後の一すすり、最高。餃子3個300円。外はカリカリで中はジューシー。失礼、具がはみ出しました。大ぶりな佐野餃子大好きです。野菜の切り方が粗いので食感がかなりしっかりしています。味もやや濃いめなのでライスにも合う餃子です。日向屋さんのラーメンが人気なのはラーメンの美味しさもさることながらお客様を大切にする心ですね。この動画が参考になったと思いましたらチャンネル登録、高評価、ベルマークよろしくお願いいたします。